田村清氏は、日本の男性プロレスラー、総合格闘家。本名、旧リングネーム、田村清岡山県岡山市出身。U、ファイルキャンプ主催。グリとエグゼクティブディレクター。初代、第三大リングス無差別級王者。幼い頃、藤並達美に憧れて、プロレスラーを志す。岡山理科大学附属高等学校では、 スモーに所属して国体に出場。卒業後、1988年に第2次 UWF の入団テストを受けて合格し、1989年5月21日に鈴木実践でデビューを果たした。新人の頃は、前田明、高田信彦、山崎和夫の付き人を行っていたが、付き人としての忙しさは、もう体が3つ欲しかったと語るほどであった。 この三人からは、買い物の釣り銭を小遣いとしてもらうなど、可愛がってもらい、宮戸裕子や安城洋次などからは食事の世話をしてもらった。中野達夫からは、礼儀作法を教わったが、実際は、中野の機嫌の取り方を覚える作業であった。同年10月25日、デビュー5試合目となる前田との試合で膝蹴りを喰らい、眼下手を骨折、1年の欠場を余儀なくされた。 1990年12月1日に復帰するが、直後に UWF は解散。UWF 崩壊後、UWF インターナショナルに席を移し、頭角を表す。1992年5月8日、石格闘技戦で、ボクシング世界ランカーのマシューサード・モハメットに裸、締めで一本勝ち。同年末に渡米し、ルーテイズの下で、レスリング技術などを学ぶ。 帰国後、UWF インターの中心選手に成長する中で、1993年に旗揚げされたパンクラスの影響により、シュートへの活動を募らせる。一方、ベーダー参戦に見られる UWF インターのプロレス回帰にジレンマを感じ、下記元賢人を相手に、シュート志向の試合を行った。1995年6月18日、ゲイリー・オブライトに勝利するが、 オブライトの無気力かつ不可解な戦い方にお客さんに見せる試合ではないと涙を流す。同日、団体エースの高田信彦が突然引退宣言。翌7月には参院選に出馬するなどして周囲を困惑させる。代わってメインを務めた田村は試合後のコメントで高田への反感をろにした。8月18日にオブライトと再戦、勝利した直後、 リングサイドにいた高田へ、俺と真剣勝負してくださいとアピールする。しかし実現することなく、UWF インターは新日本プロレスとの対抗戦へと突入した。田村は、この対抗戦への参加を拒否したため、同団体を干される格好となる。またこの年、資金難にあえぐ会社側と契約の問題でもめたこともあり、数ヶ月間の大ギャラで過ごし、 練習も一人でスポーツジムに通って行っていた。この頃はいつ対抗戦に出るのか、なぜ出ないのかと同じ質問ばかりをされ、身近な人を含めて周囲からは自身を気にかける言葉もなかった。唯一、週刊ファイトの UWF 担当記者だった大壁哲也がお米券をくれたため、今でも田村は大壁に感謝している。同年12月9日、 K1 のリングで約4ヶ月ぶりの試合を行う。UWF ウィンターの所属選手として出場し、お互い素手と裸足によるアルティメット特別ルールでパトリック・スミスと対戦。この試合は消滅が秒読みであった UWF の最後の希望としての試合であり、田村は自分の性格上負けたら格闘会を去っていたと後年振り返っている。開始すぐにタックルを決め、 ヒールホールドで秒殺一本勝ち。後の対談では相手の玉袋筋太郎からパットスミセンなんてバーリトゥードの本当の先駆けだったわけだしねとこの試合について語られている。この試合はバーリトゥードにおける日本人プロレスラーの初勝利である。その後 UWF インターの大会に出場させてもらえるようになったが後輩の桜場和史や格下外国人との 試合ばかり、それも第1試合や第2試合という前座の扱いになる。また、新日本との対抗戦以来続いていた、旧プロレス的な試合を続ける団体との方向性の違いにより、田村は対談の決意を固める。1996年5月27日の桜場戦で勝利した後、ベガースを脱いで客席に放り込み、同団体を去った。1996年に、 大方の予想を覆し、パンクラスではなく、リングスに移籍。両団体から、誘いがあったが、正式に契約の場を設けてくれたという理由で、リングスに決めたという。6月29日、リックフライ戦に裸締目で一本勝ちして、デビュー戦を飾る。その後順調に勝ち星を重ね、長井光也や山本隆久ら、リングス、ジャパンハイの木との対戦でも勝利。 リングスでの名勝負としては引退直前であった前田明との対戦であり、左のミドルキックで前田の脇腹がみるみる赤くなったが、最終的には前田がスリーパーで勝った試合である。前田とはその年のメガバトルトーナメントで再戦し、今度は田村が腕十字で一本勝ち。リングス旗揚げ以降、前田に勝利した唯一の日本人選手となった。前田明の引退後は、 エースの座を受け継いで活躍し、スピード感あふれる試合は、回転体と称された。プロレスライターの中には田村こそが停滞していた、リングスに勢いをつけた、救世主であったと後年になって評価する者もいた。1999年4月23日、当時 UFC 世界ミドル級王者だった、フランクシャムロックと対戦し、引き分ける。コックルール採用後は、 リングスネットワーク外の競合選手と数多く対戦。2000年2月26日、キング・オブ・キングス決勝トーナメント1回戦でヘンゾ・グレーシーに判定勝ち。その後もレナート・ババル、アントニオ・ホドリゴのゲーラ、パッド・ミレティッチなどと激闘を展開した。しかし連戦への不満や契約による専属拘束などをめぐって前だと反目。 2000年4月20日に当時保持していたリングス、無差別級王座をギルバート・アイブルに奪われた試合後のインタビューにて団体への不満を漏らす。その後2001年にリングスを退団。田村はリングス在籍時にも前田道場にはあまり顔を出さず、三母の道場にで稽古に赴いたり、設備の整ったジムに通うなど、独自のトレーニングを行っていた。そして2000年。 総合格闘技ジム U、ファイルキャンプを設立。自ら代表を務め、UWF インター時代の同僚、大江誠と共に、一般会員への格闘技指導も始める。2002年2月24日、プライド初参戦となった、プライド19のミドル級タイトルマッチで、バンダレーシューバと対戦し、パウンドで削られた末に 2RKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2002年6月23日、プライド21で、ボブサップと対戦するが、1R11 秒で TK を負け。試合後、結果に対して言い訳するつもりはないですけど、開き直って言わせてもらうと、体重差がありすぎて、どうにもならなかったです。前回は、完全燃焼できましたけど、今回は、今から試合できちゃうくらい、体力が残ってるんで、とコメントした。 2002年9月7日、ディープ初参戦となったディープシックススインパクトで、ミノワイクヒサと対戦し、判定決着も明確な実力差で圧倒して、勝利する。試合後のマイクアピールでは、ミノリン選手のおかげで今日は、いい試合ができましたと健闘を称えた。2002年11月24日、プライド23で、師匠、高田信彦の引退試合の相手を務め、ニアールに、 右フックで小勝ち。試合が終わった後に、高田からは、お前は男だ。という言葉をかけてもらった。試合後のマイクアピールでは、高田さん、ありがとうございました。そしていろいろと温かい目で見ていただいて、いろいろとご迷惑をおかけして、すみませんでした。今、正直、何を言っていいかわかりませんが、今日引退される実感がないんですが、最後に22年間、 夢と感動を与えていただいて、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。とコメントした。2003年8月10日、プライドグランプリ2003開幕戦のミドル級、グランプリ1回戦で、吉田秀彦と対戦。袖車種目で一本負けを喫した。この試合では、一度だけ入場曲を変えて入場した。2003年12月31日、 プライドスペシャル男祭り2003でロニーセフォーと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。開催前には桜場との対戦オファーがあるも、これを準備期間の短さを理由に拒否したため、実現しなかった。2005年6月26日、プライドグランプリ2005セカンドラウンドで、吉田道場の滝本誠に判定勝利。柔道金メダリストへの勝利により、 UWFK の面目を保った。2005年11月23日には、津の協力のもと、UWFK、ファイトスタイルのプロレス工業 U、スタイルアクシズを開催、ジョシュ・バーネットに腕ひしぎ十字固めで一本勝ちしたが、動員の面では苦戦し、工業的には失敗に終わった。2006年2月26日、プライド31で、 アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラとリングス時代に敗れて、以来6年ぶりの再戦をしたが、リベンジはならなかった。試合後、言葉にならないぐらい悔しい、ノゲーラとやりたい。ノゲーラが、心の中に染みついた。僕に無差別級グランプリに出る権利はないと思うけど、純粋に、ノゲーラを追いかけたい。とコメントした。同年12月31日、プライド男祭りに0 0 6において、 ミノワマンと再戦し、小勝ち。試合後は2003年8月に敗れた吉田秀彦との対戦を希望した。2007年4月8日、坂木原体制最後の興行となったプライド34のリング上にスーツ姿で登場。覆面姿で登場した桜場との対戦を示唆した。2007年6月14日、タレントの桜井由美氏と婚約したことを発表。 同年7月7日に入籍し、7月28日に結婚披露宴が行われた。2007年6月29日、猪木ゲノムフェデレーション旗揚げ戦、遠今ボンバイへ、緊急参戦、ユースタイルのタッグマッチを行う。イグフ社長のアントニオ猪木と確執のある、前田明とのつながりが深い田村の参戦は、大きなサプライズとなった。2007年7月16日、 ヒーローズに初参戦し、金安アスシエイト対戦。本戦 2R、延長 1R を戦い抜くが、0から3の判定負けを喫した。試合後、ベストの体調じゃなかったけど、出ると決めた以上はベスト。自分の力の無さを感じた。次のヒーローズ、階段を踏み外したのだから上がる資格はないと、コメントした。9月8日には、イグフ、ゲノムにて、 モンターニャ・シューバと、U、スタイルルールで対戦。パンチ、キックでダウンを奪われるなど劣勢であったが、7分49秒、フロントスリーパーホールドで勝利。2007年12月31日、K1 プレミアム2007ダイナマイトでところ秀夫と対戦し、ストレートアームバーで一本勝ち。試合後のリング上で、勝利者賞のトロフィーをプレゼンターであった。 前田明から投げつけられるトラブルがあった。2008年4月29日、ドリーム2のミドル級、グランプリ1回戦で、船木正勝と対戦し、パウンドで TKO 勝ち。試合後、煽り VTR で昔を思い出した。一部弱でお互いの20年をぶつけ合った感じだった。複雑な気持ちだったけど、今は、すっきりしていると語った。後日、 右手中指骨骨折の診断により2回戦を欠場した。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008のメインイベントで、桜場和志と12年半ぶりに対戦し、判定勝ちを収めた。試合後、お客さん向けの試合ができなかった。個人的には終わったかなと、とコメントした。また、この試合中に右手を骨折した。 2019年10月25日、プロレスリング、ノアの親会社、リデットエンターテインメントの社外取締役兼、エグゼクティブディレクターに就任することが発表された。その後2020年3月1日付で社外取締役を退任し、顧問に就任。2020年8月20日、リデットエンターテインメントが新たに発足した新団体、グリトの エグゼクティブディレクターに就任した。ありがとうございます。